こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代でおしゃれに見える人の共通点5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身もですね、現在40代なんですが、僕らぐらいの世代になると大きく2つに分かれるかなと思ってるんですね。40代に入ってからもおしゃれを楽しんでる人と、40代になったし、もうあんまりファッションどうでもいいかなと思ってしまっていて諦めてしまってる人たち、結構ですね、この2つに分かれるかなと思います。で、僕の友人だとか、あとは街でいろんな人を観察していて感じることだと、体感的にはもう3対7ぐらいでおしゃれそこまで気を使ってない方の方が多いんじゃないのかなと思います。それでも年々ですね、おしゃれな40代は増えてるんですが、やっぱり体感的には3対7ぐらいで興味がなかったりだとか、そこまで力を入れてない方の方が圧倒的かなと思います。それも当然だと思っていまして、20代の後半ぐらいまでであれば、モテたいだとか女性から好印象を得たいっていうような、そういった思いって多いと思うんですよね。でもそれが30代に入って結婚されたりだとか、仕事が忙しくなったりだとか、子育てのタイミングで忙しくなったりすると、ファッションの重要度って年々下がってくるかなと思うんですね。で、40代になってからおしゃれを楽しみたいっていうのは、あくまでこう昔からの趣味の人だとか、仕事でどうしてもある程度の着こなしをしなくちゃいけない人だとか、一定に限られるかなと思うんですね。ですので、やっぱり3対7ぐらいでおしゃれに関心がある方が少ないというのは、僕は当然のことかなと思います。じゃあ40代に入ってからもおしゃれに見える人ってどんな共通点があるのか、そのあたりを今回はですね、皆さんにお伝えしながら、ぜひですね、せっかく僕のチャンネル見ていただいているので、おしゃれな40代をですね、皆さんにも目指していただきたいなと思いますし、どういったところがご自身と違うのかというところも含めて一つ参考にしていただくと、今後の服選びの際にですね、ちょっとした違いが出てくるかなと思うので、よかったら参考程度に頭の片隅に置いていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからは具体的にですね、40代でもおしゃれに見える人の共通点を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はトレンドを程よく意識しながら取り入れているという項目ですね。これはですね、周りを見ていてもすごく感じるところなんですが、おしゃれをする際にはトレンドを意識するかベーシックでいくか、この2択があるかなと思うんですね。で、僕自身のスタンスなんですが、基本はベーシックを意識しながらも、その中に程よくトレンドを入れるのがいいということをですね、皆さんに日頃からお伝えしてるかなと思うんですね。これなぜかというと、ベーシックっていうことはすごく大切なんですが、ただですね、ベーシックだとか定番というのはあまりに普通に見えるので、そのままだとなかなか人からおしゃれに見えづらいということがあるからなんですね。良くも悪くも馴染みすぎてしまうんですね。そこに対して程よくトレンドを取り入れることで、人との違いだとか、あ、ちょっと今っぽいなっていうのが明確になるので、そこで初めておしゃれさというところが第三者から認識されるわけなんですね。なので、ただの定番だとかベーシックだとちょっとおしゃれに見えづらいというところがあるので、おしゃれに見える40代というのは定番だけではなくて、うまくトレンドとも距離を取りながらですね、適度に取り入れているという特徴があるのかなと思います。僕自身も今40代ですし、僕以外の友人知人を見ていても、最近の40代って親世代の40代の頃に比べるとはるかに若いですよね。なので、トレンド的な着こなしをほんの少し取り入れてもそこまで違和感がないんですね。さすがに50代を迎えたらですね、トレンドよりも定番の方が圧倒的に強くした方がバランスがいいかなと思うんですが、40代であれば程よくですね、トレンド感をミックスした方が僕は断然おしゃれに見えやすいかなと思います。で、40代の中でも40代前半と後半でまた考え方が変わってきて、だんだんですね、50代に近づいてくる頃だとか、あとは見た目がですね、だいぶ大人っぽくなってきたら、少しずつトレンド的なものの数を減らして定番的なものをですね、8割ぐらい持ってくるのがバランスがいいかなと思うんですが、40代であればここら辺をうまくミックスしてる方が、はるかにですね、おしゃれに見えるかなと思うので、そのあたりは一つ共通点として挙げられるのかなと思っています。とは言っても、バッキバキのトレンドに振りすぎると、これまたですね、自分の見た目だとか雰囲気とファッションがうまくマッチしないところがあるので、程よい距離感ですね、否定はしないで適度に取り入れるけども、トレンド方向に大きく振りすぎることもない、この絶妙な立ち位置がちょうどいいかなと思うので、このあたりを意識していただくとすごくいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて2つ目の共通点なんですが、服
を買うときに量よりも質を意識するようになるというところですね。ここもですね、結構多いかなと思います。20代とか30代であれば、ある程度トレンド感を意識しながら価格帯も抑えて、ユニクロだとか GU だとか、このあたりでお洋服をですね、買い揃えるのもいいかなと思うんですが、まあ、40代を超えてくると、だんだんですね、いろんなファッションを経験して自分の好みだとか世界観っていうものも出来上がってくる頃かなと思います。まあ、そんな時にはですね、あんまりこう量をですね、いろいろと持つよりは、まあ、自分の好きなものですとか、自分の本当に欲しいと思うものをコツコツと丁寧に買い揃えるという方が結構増えてくるかなと思います。ですので、もちろんですね、全身じゃなくてもよくて、部分的にユニクロのボトムスですとかトップスとかを使いながらも、バッグだとか靴、またはアウターだとか主役級のアイテムに対してはピンポイントで良いものを買うだとか、このあたりのメリハリがうまくつけられているのが40代のおしゃれな人の共通点かなと思います。だんだん年齢を重ねるごとにトレンドの分量というのは減ってきて、定番的なものが増えてきますが、まあ、そんな時に定番的なものこそ質の良さだとか作りの良さ、素材自体の上品さ、このあたりがすごく重要になってきて、その良し悪しで全然完成度が変わって見えるので、やっぱり40代以上になっておしゃれに見える方は、このあたりの質感というところも結構意識してるかなと思うので、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、自分なりの世界観をしっかりと持っているという点ですね。このあたりも大きな違いになってくるかなと思います。まあ、僕は普段動画の中でお伝えしている内容というのは、結構初心者の方に向けての内容になっているので、かなりですね、ベーシック寄りな着こなしが多くなってくるかなと思うんですね。第三者から見た時に好印象を得られるような着こなしが多いかなと思うんですが、結構おしゃれに見える方というのは、まあ、そのあたりをちょっと超えてですね、自分なりの世界観ですね、自分はこういったものが好きだというものを突き詰めていって、その中で様々なアイテムを選んだりだとか、コーディネートを作っていくので、ちょっと癖があったりするんですよね。そのちょっとした癖というのが、決してこう万人に受けるわけではないんだけども、その人の世界観としてすごく素敵に見えたりするわけなので、そのあたりですね、ただのベーシックじゃなくて自分なりの世界観を持っているというところ、このあたりがすごく大きな共通点になってくるかなと思います。まあ、ファッションにもいろんなジャンルがあります。ちょっとこうイタリアっぽいですね着こなしもあれば、アメカジっぽい着こなしもあります。まあ、最近ではちょっとテック系と呼ばれるような素材感なんかもスポーティーで楽な着こなしなんだけども、ちょっとその中にシャープさが漂うような着こなしだとか、本当にいろんなジャンルの着こなしがあるんですね。その中で自分自身がどういったものが好きなのか、自分のライフスタイルだとか今の気分にはどういったものが似合うのかというものをよく知っていて、それに応じた服選びができるというところですね。このあたりがご自身の世界観にもなると思いますし、その癖ですね、ちょっと人から見たらとっつきにくいところもあるんだけども、なんか奥深さを感じるみたいなところですね。こういったところが持てるようになると、より素敵に見えるかなと思うので、よく言えば世界観なんですけども、悪く言えばちょっとこじらせてる部分でもあるんですが、まあ、そういったものもファッションの楽しみ方としてはすごく重要だったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね、おしゃれ初級者の段階からいろんなものを買ってきて、まあ、ベーシックな着こなしだとか、ベーシックかけるちょいトレンドぐらいが理解できたとしたら、そこから先は自分の好きというものを突き詰めて、少しでも自分なりの世界観みたいなものが作り上げられると、かなりですね、ファッションの楽しみ方が変わってくるかなと思います。例えば古着を使ってみるだとか、セレクトショップのオリジナルだけではなくて、ドメスティックブランドですね、このあたりも深い沼のようにですね、すごく魅力的な商品があるので、こういったものをうまくミックスしてあげるのもすごくいいかなと思います。ベーシックというところがあって、その次にベーシックかけるちょいトレンドというフバックがあって、その先には自分なりの世界観を深めて、よりファッションを楽しむという世界観があるので、まあ、そのあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目の共通点なんですが、ヘアスタイルやメンズ美容の最低限を抑えているという点ですね。まあ、このあたりも最近の40代には非常に増えてきたかなと思います。いかにファッションが整っていても、やはり顔周りのヘアスタイルですね、ここが世界観統一されてないと全然素敵に見えないんですね。僕も個人向けのスタイリストを15年ぐらいやっていますが、おしゃれが苦手な方を1日で劇的ビフォーアフターしてもですね、なんかしっくりこないんだよなということも少なくないんですね。ファッションは
完璧、似合ってる感じがする。だけども、どこかちぐはぐ感がある。まあ、そんな時の原因の一番はですね、やっぱりヘアスタイルかなと思います。顔周りのヘアスタイルがファッションとリンクしてないと、全体として素敵に見えづらいんですね。なので、このヘアスタイルに関しても、しっかりと意識してる方が、おしゃれに見える人の共通点としてはあるんじゃないのかなと思います。何もトレンドの髪型を必ずすべきということではなくて、しっかりと大人っぽく上品なヘアスタイルにしてあったりだとか、今のトレンドをうまくミックスしながらっていうのも決して悪くないんですが、毎朝ちゃんと髪をセットしてあることと、定期的に今の自分にヘアスタイルが合ってるのかというところを見直しながらアップデートできてるのか、この点がすごく重要かなと思います。結構多くの男性っていつもと同じ美容室でいつもと同じヘアスタイルを継続してしまうんですけども、そうなると必ずですね、ベストな状態じゃなくなる時が来るので、定期的にアップデートすることが大事だと思います。今の時代の雰囲気と今の自分自身とうまく雰囲気合うように、そのあたりは美容師さんと相談しながらちょこちょこ変えていくというのがすごく重要かなと思うので、意識しておくといいかなと思います。あとはメンズ美容ですね。このあたりも最近ですね、ここ 2,3 年でかなりですね、多く聞くようになった言葉かなと思うんですが、基本的なスキンケアですね、このあたりをしっかりと行っている男性ってかなり増えたと思います。結構10代20代の男性であればそのあたり当たり前なんですね。だけども30代後半とか40代以上になってくると、まあ洗顔後に化粧水は塗るぐらいの方は多いかなと思うんですが、まあそれに加えて化粧水と乳液はちゃんとつけるだとか、あとは外出前にちゃんと日焼け止めを塗るだとか、まあなるべくですね、清潔に見えるための基本的なスキンケアですね、このあたりは怠らなかったりだとか、それにプラスアルファしてちょっと目立つようになってきたなっていうシミだとか大きなほくろに関してはもうレーザーで取っちゃうという方もいらっしゃったりするので、まあそのあたりまで意識してくると、だいぶ40代になってからもですね、若々しく見える土台ができるのかなと思います。まあ僕自身もメンズ美容っていうところは結構好きなので、まあいろんなことを実はやっています。ほくろとかシミとかも合計で多分15個から20個ぐらい取ってるんですね。なのでこの動画を始めた5年前ぐらいと比べても、今の自分の方が肌の状態ははるかにいいんですね。ですので年齢によって肌の状態っていうのは何もしなかったら落ちていくんだけども、それなりに意識をすればキープするか、もしくはそれ以上にコンディションを整えることができるので、そうなるとトレンド感の漂う着こなしというところもより似合いやすくなったりするので、ファッションとヘアスタイル、メンズ美容というのはうまくミックスしながら全部こう整えていくと、すごく雰囲気が良くなってくるかなと思うので、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、ファッションだけではなくてライフスタイル全体にこだわりがあるというところですね。これは本当におしゃれな人をですね、よく観察していると感じることなんですが、着こなしがおしゃれな人ってそれだけではなくて、乗ってる車がおしゃれだったりだとか、住んでる部屋がおしゃれだったりだとか、それだけではなくて日々選ぶ様々なお買い物の選択がちゃんと世界観があって、適当な物選びをしていないというところですね。このあたりがすごくですね、感じられるところなんですね。まあ、僕自身ももちろんファッションが大好きで、一日の中でもファッションについて考えている時間が非常に多いんですが、まあそれだけではなくて、結構空間を作るのも好きだったりするんですね。僕の後ろ側の風景なんですけども、このあたりもやっぱりインテリアだとか空間演出ということで、ちょっとずつアップデートしているんですね。まあ例えばですね、5年前の動画を始めたばかりの状態って、今とは全く違った雰囲気なんですね。この空間自体は全く同じ場所なんですけども、結構模様替えしてるんですね。壁の色も変わってますし、質感も変わってます。あとはこういったハンガーラックが変わっていたりだとか、植物も増えていったりだとか、いろんなものをちょっとずつ変えながらアップデートさせているんですが、こういった空間作りも結構好きだったりしますし、それ以外にも例えば家電だとかちょっとした雑貨を買う時にも、やっぱり自分なりの基準があって雑に選んだりすることはないんですね。ファッションで培ってきた色選びだとか、デザインの考え方だとか、全体の合わせ方だとか、こういったものってインテリアにも取り入れることができるし、それ以外の物選びにも共通して使うことができるので、割とですね、ライフスタイル全般というところに興味を持ちながら全体の底上げをしていくというのはすごく楽しいですし、それが周り巡ってファッションに影響を与えることもあったりするので、結構おしゃれな40代の方ってこういったライフスタイル全体に対して意識をしている方が非常に多いんじゃないのかなと思っています。ただやっぱりファッション以外は僕は専門ではないので、もう少し知識を取り入れたいなと思ったら他の YouTube チャンネルを見たりもするんですね。僕のこの背景のインテリア
ディア作りにちょっと協力をしていただいた、クリエイティブの裏側というですね、YouTube チャンネルをやっている高島さんですね。この人のチャンネルめちゃくちゃ面白くて、僕も定期的に見てるんですが、空間作りだとか世界観作りには、高島さんの動画すごくですね、参考になるかなと思うので、まあ、ファッション以外にも他のチャンネルなんかも見ながらですね、ライフスタイル全体のセンスを整えると、かなりですね、ファッションにも影響される部分があるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、トライをしてみていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では40代になってもおしゃれに見える人の共通点5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあいろんな項目をお伝えしましたが、やっぱり40代でもおしゃれに見える方って僕の中では結構柔軟性があって、いろんな変化を楽しみながら取り入れている方が多いなという印象なんですね。まあそういったスタンスがあるからこそ、程よいトレンドとの向き合い方も上手ですし、量だけをただただ追うんじゃなくて、まあ質を意識したりだとか、自分なりの世界観を作るというところにもちゃんと注力をしてるんですね。そしてファッションだけを整えるのではなくて、ライフスタイル全体を共通の世界観で楽しんでいるというところ、このあたりの柔軟性というのはすごく重要だなと思っているので、僕自身も日々意識しながらですね、過ごすようにしてるんですね。おしゃれに意識をしたりだとか、ライフスタイル全般を自分なりの世界観で統一していくっていうのは、お金がすごくかかりそうな印象もあるんですが、やっぱり意識だと思うんですね。一点ずつを適当に選ぶんじゃなくて、丁寧に選びながら、これはちょっと違うなっていうのをうまく言語化しながら、丁寧に物を選んでいくと、センスというものは少しずつ磨かれると思いますし、自分の世界観っていうものも少しずつ出来上がってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ファッションと同様にですね、その他の部分も含めて40代のですね、ライフスタイルも楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではやっぱりユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品、このあたりの内容が多くなってくるんですが、まあそれ以外のセレクトショップのオリジナルだとか、もうちょっとツー向けのドメスティックブランドだとか、専門ブランドだとか、このあたりの世界観強めのアイテムに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。こっちのチャンネルとは全く方向性が違うような感じで、まあワイワイ楽しくやっていますので、現在は週2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信もやってまして、皆さんからの質問に答えながらワイワイ楽しくやっていますので、まあ気になる方はぜひこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。まあこちらの方では最新のおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をほぼ毎日僕の方でも投稿しています。また僕以外のスタイリストとか専門家もですね、記事を書いてくれてますし、参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。